いやみんな、こんにちは、歌舞伎マンです。さあ、というわけで今日も、ダークソウル2やっていくわけですが、今どこにいるのっつったら、あれからちょこっとだけやったら、ここにかがり火を見つけちゃったんで、ボス前ですね。じゃあちょっと挑んでいきましょうか。こっちですよね。前回っていうか昨日なんですけど、俺あれやったの。昨日ちょっとあっさり負けちゃったんで、今回はちょっと勝っていこうかなーって思います。てか回復が厄介。後ろが来てないっすか？後ろが来てない？怖い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 。ここの剣を取ろうとすると出てくるから、多分この大盾あれば余裕だと思う、俺の予想。こいつは。先制攻撃、先制攻撃。はい、2発入った。あー、ごめん、嘘。嘘じゃないけど。いて。さりげなく強い、その、さりげない投げ払いが強い男。なんて書いてある？見えない。すずの騎士、煙の騎士、文字が潰れてて見えない。危ない。うわぁ、一旦バック。ダメ。ここで飲む。飲んでる暇はない。こいつ結構、正統派ボスですよね。いってぇ、やられたー。じゃあ、やろう。今度は倒そう。三度目の正直。まあ、今日は二回目だけど、昨日一回やってるんで、ちょっと三度目の正直ですね。あー、これちょっと、起き上がってくるまでに、もうちょっとダメージが稼げるな、こいつ。左回りのがいいのか、もしかして。左回りのが良さそうだな、これ。これ、あー、お前回復すんのなしやと。回復すんのなしやろ。うわ、出たよ。ボスなのに回復するやつ。一番嫌い、俺、そういうタイプ。いって。お前、不意打ちは良くないよ、お前。お前、ないわー。ちょ、これ回復しよう。これちょっと回復ですね。エストを飲んでいきましょうね。あ、これ、奥行けんじゃないの？行けないよな、さすがに奥は。ボス倒さないとダメだろ。煙？読めない。煙の騎士。潰れてて読めない。煙の騎士かな。どこが煙なんじゃ。やばい、これ死んだ。死んでない。生きてる。さすが、かぶいてる。ほら、倒すぞ。もう倒す。もう行くしかない。もうやるしかない。もうやってやるしかないっしょ、こいつは。追いつくなーい。嘘やんけ、兄貴。強い。忘れると、罪人を思い出す。ちょっとマジこれ黙ろ、黙って本気でやろう。ちょっとこれはマジ、何これ、おい、本気モードかよ、本気かよ、おい、聞いてねえよ。でもうわ、回復しやがった。カスだなマジこいつ。おい、本気出すなよ。うわ、なにこれ。うわ、びっくりした。本気はやばい、やめてよ。あ、お前そっち行くと回復しちゃうじゃん。やめてよ。やめて。オッケー。三段切り。まずいでしょ。まずいでしょからの。よくじゃあ、ちょっと黙ります。行って。うわ、あぶね、バカ。黙らねえじゃねえか、俺も。なにこれ、ずるいでしょ。お前の剣燃えてるけど大丈夫？燃えてなくなっちゃうよ。うわ、届いてる、こっちまで。ローリング。うわー、マジかよー。おい、当たり判定どうなってんだよー。強いな、こいつ。
うわー、いやー、いいボスだわー、マジ、これは、やってて、おお面白いボスだったよー。てか、大丈夫ですかね。あー、これナドラだ、これナドラっしょ、俺、これナドラでしょ、俺分かっちゃったよ。あれ違ったわ。鉄の子王の。これナドラじゃないの、違うの違うの違うのかよ、違うの、これナドラでしょ、絶対そうだ。あのナドラのなんちゅうかぶっ刺して手に入れた、なんかもうわかんないけど、ほらこういう、これ8個ぐらいにぶっ刺してきたもん俺。これで上戻るんだ。まあ、ちょっと先上行っちゃったんですけど、まあ、後で入ってると思うんですけど、その映像は。じゃあこれちょっと上行きますかね。じゃあちょっと上行きまーす。はい、カット。